イプオンドリーミング。3代目チェイソールブラザーズボーカリスト今井純一と小坂宏美がお送りしている FM 横浜キープオンドリーミング、イエーイ、始まりました。 What's up、 yeah! ということで始まりました、yeah! 9月28日金曜日ということで始まりましたね、はい、まあ単独ツアーも、はい、福岡、広島、うん、名古屋も、3カ所無事に終えて、横浜も終えましたね、はい、そうですね、終わりまして、早いですよね。早いよ、もう4カ所回っちゃったんですよ。早いね、あっという間、もう胸がいっぱいです。感謝の気持ちいっぱいです。しかもこれからね、行く地方のこれからライブに参戦してくれる方々はもう、うん、心して盛り上がっていただければなと思っております。はい、はい、というわけで、はい、急なんですけども、また、はい、どうした？のみがね、はい、女性にしてもらいたい髪型ってどんな髪型ですか？髪型か、うん、なんすかね、やっぱでもロングが好きかな。あ、そうなんだ。ロングのね、巻き髪的な感じ。あ、ロングの巻き髪、ね、でもね、あれね、最近すごい好きなのがあって、うん、それを一本に全部、前髪も、うん、全部一本に絞るみたいな、後ろになる、オールバック。じゃあ大人な感じですね、どっちかっていうと。そうなんだ。好きなんですよ。岡本さんどうですか？急に来たね。いやいやいや、びっくりしたわ今。岡本さんどうですか？僕はショートが好きかな。なるほどなるほど。なるほどね。自分も一緒です。ショート結構いいっすよ。あ、ショート。あの、なんか結ぶことがすごい好きっすよ。結ぶのって一個ポイントだよね。そう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 、俺もそうです。結ぶ。長いのを結ぶとかさ。なるほどね。うん、好きよ。まあ、そんなね、まあ、いろんな髪型がありますけども、はい、今日はですね、うん、女性の髪型について面白いニュースが舞い込んできたのでご紹介します。それでは今週の JSOUL ニュースです。おい、エキサイトニュースより、9月22日に東京ラフォーレミュージアム原宿にて世界初となるツインテールファッションショー、ツインテール祭が開催されました。このツインテール祭を開催したのが日本ツインテール協会。あんだ、そんなの。このツインテール協会はツインテールで日本の女性もっと美しく、うん、もっと元気に、もっと楽しくをコンセプトに、うん、ツインテールのさらなる復旧させるべく2012年2月2日に設立された団体でございます。なるほど。どうすかこのツインテール祭。まさかツインテール協会があるなんてね、思ってもなかった。誰も思ってないでしょうね。ここ、はい、ラフォーレにて近い。近いんだね、意外と。いけたなここでですね、少しこのツインテールについてお勉強したいと思うんですけども、はい、このツインテール、突如生まれたヘアスタイルではなく、うん、世界各地で見られる髪型なんです。なるほど。日本でも古くから二つ結いと呼ばれています。はいはいはい。そんな歴史ある二つ結いですが、うん、そこに新たな美的価値を生み出したのが日本のサブカルチャー、うん、なんといっても1992年の美少女戦士セーラームーンの出現。なるほど。はいはいはい、うんうんうん、それから早くも20年近くの時が流れてですね、はいはいはい、AKB48 の渡辺真由さん、うん、初音ミクなど、おうおう、創作の世界にあってもツインテールは流行しています。なるほどね。ということで、確かにそう言われてみるとセーラームーンはツインテールですよね。もう元祖って感じですよね。なんかアニメのイメージあるかもね、そう言われてみると。でももうセーラームーンが出てきてから20年経ってるんですよ。確かにね。早っ。だから定番で可愛いってことなんだね、こうツインテール女の子は、ロングの子でやる。そういうことね。そういう魅力がいっぱいあるのがラフォーレにて開催されたことですね。これは行きたかったですね。行きたかった。本当に行きたかったな。呼ばれてないね。なんで呼ばれてないんですか、このね、ツインテール係長を僕らがね。なんで係長なんだ。ツインテール部長。ツインテール。なんで呼んでくんないんですか、ラフォーレさん。これちょっとぜひ事務所通してお問い合わせの方をお願いします、岡本さん。ぜひ岡本さん、お待ちしてます。岡本さんも好きでしょ。ツインテール。いやいや、俺はツインテールが一番好きだよ。さっきショートって言えてたじゃないですか。ずっと昔からツインテール。顔サンドの飯よりツインテールね。なるほどね。ツインテール命っす。俺は、いや俺もツインテール命っす。岡本さんどうすか。ツインテール命っす。ツインテール協会の皆さん、次回のイベントぜひ呼んでください。よろしくお願いします。ツインテール命っす。ツインテールラブっす。まあたまにやるツインテールの髪型をこうアレンジしてくれる女性で、 D 寄りの C カップの女性がいればパーフェクトってことでしょ。はい。
でか声おい。しかもあのこの D 寄りの C の女性みたいな、はい、俺あのこの間ツアーどこだっけツアーで、うん、このタオル作って掲げてる子いたよ。マジで D 寄りの C みたいな子あれ違うよ、俺 D 寄りの C じゃなくね、俺 C 寄りの D だよ。あれ D 寄りの C って俺だけ。そうだよなんだっけ、まあそういう女性があれば完璧ってことですね。そうです、もうパーフェクトです。パーフェクト、続行ってことですね。そうですね、はい。